皆さんどうもこんにちは、イカゲームです。オンチモイルアプリ2021やっていきたいなと思います。本日はですね、レート1600ボーズドやっていきたいなと思います。前回はですね、あの土日連続での投稿だったんですけど、はい、たくさんの方に見ていただいてありがとうございました。いつも高評価、再生、コメント、本当に励みになってます。よかったら今日もコメント、高評価残していってください。あとはツイッターでね、ハッシュタグボーズドなんかつぶやいていただければ、しっかりとツイートも見ておりますので、ぜひこちらもよろしくお願いいたします。ということで前回のコメント紹介いきましょう。シュート打った側なのにテンパって止めろって言ってて草。さあケイン、ケイン来た、いや止めろ、詰めろ、オッケー。焦りすぎて全然逆のこと言ってましたね。ランウェイで笑って好きなんだったら絶対に先駆け男塾っていう漫画も気に入ると思いますよ。ぜひ読んでみてください。僕男塾読んだことありますけど、全然タイプ違いますよね。低いですが、プロ野球オールスターまでにレート1300いけなかったので坊主にしました。少しでもやる気につなげてください。めちゃめちゃ坊主似合ってると思うけど、これを思い出してもっと頑張らなきゃなって思ったよ。ありがとう。遠藤航選手が那須さんの YouTube で言ってた、迷ったらプレスをかけるをウィレで実践したらレート40下がりました。いやー、このコメントはめちゃめちゃセンスある。ということで本日もですね、レート1600ボーズドこんなルールでやっていきたいなと思うんですけど、やっぱりですね、この2ヶ月ぐらい1500から1550の間でさまよってるんですよね。そろそろですね、この壁をぶち破らないといけないかなというところで、はい、昨日のガチャからやってきた、はい、ハーランド選手加入させていただきました。総合値100しっかりとレベマにして、チームスピリットも99で落ちないようにしてきましたので、はい、今日はですね、彼のデビュー戦、オンラインデビュー戦を皆様と一緒に飾っていきたいなと思います。まあ今までもですね、通常のハーランドっていうのはずっと使ってたので、あんまりですね、違和感ない感じではあると思うんですけど、はい、オンラインデビューはですね、ガチでこの次の試合が初めてになりますので、はい、みんなと共に FP ハーランド童貞卒業してぶっ飛んでいきたいなと思います。ということでいきましょう、レッツボス。さあ1506、ほぼ一緒ですね。ちょちょちょなーさん、よろしくお願いいたします。すっごい癖の強い名前でしたね。さあまずは調子ゴー。おー最高だね。あ、ハーランドも普通なんで、まあ先発ではとりあえず出さないですけど、はい、後半から使っていきましょう。でお相手さんがレッツゴー。おー、んこれは監督誰だ。リンプットでもないよねこの形、あんまり見たことない形ですけど、はい、知ってる方いたらコメント欄で教えてください。では行きましょう、レッツゴー。まあ僕はですね、今アイコニック制限してるので、なかなかこうガチ名を全部 B 固定ってできないですけど、もうガチで組むなら、まあハーランド後半気にする方いますけど、まあどうせスタメンはね、レジェンドとかアイコニックで組むことになるので、まあなんかスパサブの選手とかは割と後半低めでもいいのかなとか思ったりはしますけどね。さあということでいきましょう。まずは開幕のところはそんなに攻め急がずにしっかりと攻めていきます。さあアラバからしっかり抑えてくるね、ここもね。アラバのところここに入れて一気にいくよ。いやー読まれてるね、読まれてるけど、さあもう一度チャンス来るか来るか、ラフォード、惜しい。オッケーオッケーオッケー。さあここも落ち着く、すぐ焦らないよ、焦らずにアラバから、いやー無理か、出ないか。オッケー、さあロドリー、まずいまずい、嘘だー、やばい、それはそれやばい、なんとかして何か起きろ、何か起きた、何かが起きた、これは何が起きたんださ。一緒にリプレイを見てくれるお相手さん、お相手さんもこれはもうちょっと呆然としてリプレイを見てしまっているのか。これを外す、いやーありがとうございます。落ち着いて、はい、変なミスだけしないようにね。こういうとこ緊張すんだよな、なんか変にさ、こうパスがずれてさ、ずれたしちゃう可能性もあるけど。さあボードが抜けている、ボードが抜けてパス、よーし、よく出した、よく出した、ボアデュ、そのチョコンが可愛い、そのチョコンからデルピエロがしっかりとね、デルピエロの足がデルピエロして、ありがとうございます。よくわかんないけど、オッケー。さあアラバナイスカット。なんかね、やっぱりね、最近その上手い人、ベイさんとかさ、まあ、メロンパンさんもそうだし、シュートさんとかもそうだけどさ、上手い人見るとね、やっぱトラップと、なんだろう、ボールの置きどころ、あとは簡単にこうやっぱりね、縦パス出さないから、まあしっかりと焦らずね、焦らずすぐ縦パス出しちゃうんだけど、そういうところ、いやーなんでそれが危ねえ。今のなんかすごかったね、なんか透明マント使ってるからみたいな、ハリーポッターの透明マント状態でしたけど。さあ切り替えて、しっかりとここはクロスを跳ね返したい、オッケー。さあポプティから出してくるか、そっちに出す、やばい。え待って、それはうまくね、あそれはめちゃくちゃうめえじゃん、それはめちゃくちゃうめえ、この失点はもう納得せざるを得ない失点来ちゃいましたね。さあ前半は1対1ですね。いやー最後のお相手さんめちゃくちゃうまかったな。いや悔しいけどこれは、同点で、さあ、いくか。いやこれね迷ったんだけど、ラッシュこっちに置いて
原野さん、ここでしょ。いやもうあなたの主役はここですと。ラッシュフォードとデルピエロも強いけど、もう今日は彼がもう縁の下の力持ちで、今日の主役はあなたですから、ここで待ってください。お願いします。いやマジでね、なんかハーランドはね、ちなみにあれこれ嘘のような本当の話なんだけど、さっきね普通に3試合潜ったら3試合連続スタメンでハーランド出てきたわ。そんなことある？スパサブついてんだよ。いやどんだけ環境トップに入ってんのっていうね。さあデルピエロからあらば、はい、いや出ないか。さあロドリー、いや取れるでしょ。ナイス。はい、待って、デルピエロ何してる？デルピエロ何してる？お、来た、ハーランド。いやー来た。あっと、今のはラッキーとは言わせないよ。いやハーランドの位置がうまかったと。今の位置取り最高でしたぞ。しっかりとハーランド決勝点いけ、まだ決勝点じゃないか、まだ分かんないか。やべ待って、決勝点だから余計なこと言ったから、これがフラグになるのか。余計なこと言ったかフラグになるのか。ナイス、ローギブアップ。あ、先生どうぞ。ありがとうございます。すいません、これは助かる。さあまずはハーランドの決勝点で1530乗せていく。いやこのさ、1600いかないとその努力は証明できないってさ、やつさ、なんか勝たないとその努力は証明できないっていうね、あのランウェイで笑っての名言があるんですけど、あれめっちゃ好きなんだよな。いやあのね、前回もランウェイで笑っての話したけど、あのね、なんか青春でキラキラ。おお、1612、勝てないって言いながら勝ってくるやつやん。いや行きましょう。女子、キャンベル入れて、アラバのところにジューベルとシューバ入れて、ここ DMF2 枚にしちゃおうかな。2枚にしちゃって、マジか。ハーランド好調出すけど、ハールンメニゲをガマメニゲさせずにルンメニゲしていくか。うん、これでこうしよっかな。オッケー、これでいきましょう。で後半からハーランドぶち込む作戦で入ってみたいなと思います。でお相手さんがツイドラ来ましたね。そして中盤の底ルイス・アルベルトなんだ。しかも結構なんかこのね、スタンダードがいる感じ、猛者感熱いっすね。相手がレート1600台だからってひよってるやついる？むしろ奮い立たせるだろ。さあ行きましょう、第2戦目。ハーランドの活躍にも注目ですけど、まずはボーズドーはね、しっかりと勝たないといけない。そうボーズドーはね、メイン仕様と言いながら他の選手が活躍する可能性も十分あるんで。さあ来たか、いきなりラッシュフォードが前抜ける。さあ抜けてシンプルに打つ。いや無理か、いやー入らないか。落ち着いて、いやちょっと待って、プレッシャーえぐいんですけど。お相手さんの守備のプレッシャーやばいんですけど、早すぎるわ。ベッカムから、うーなんだこの前に進めない感じ、やばい。完全にお相手さんの守備網に阻まれてんな。もう一度来た、逆来い、うやっちゃー、よく決め切った。よし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 、ねじ込んだ、まさにねじ込んだ、そんなゴール。ラッシュオロナイス。さあジューベルチューバナイス。はい、さあロドリが拾う、ロドリが拾って、さあルンメが裏にしっかり抜けてシュートフェイント、これ決める。うーわマジでこれ入んないの。ただそれ拾える、まだ拾う、まだ拾って、ジューベルとシューバからネドベド、よっしゃー、よー決め切った。よし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 、ネドベドのキック力生きたね。ナイス。さあ前半かなりいい形で2点リード、いいですよいいですよ、素晴らしい。お相手さんにシュート打たせてないからね。じゃあここから、いやどうするこれ。そしたらデルピエロとハーランドの位置変えて、ハーラン、ここで行こっか。ハーラン、なんかね、今ね、なんかルンメニゲからすごい熱いプレッシャーかけられてますけど、ハーランド、よろしくお願いします。しっかり前回も決勝点取ってるからね。はい、今回も見せてほしいですね。さあ、ジューベルとシューバー、ここ切る。おー、そこ出してくるんだ。ナイス。キャンベル。これめっちゃチャンスだよ。ハーランド。これチャンスじゃね？ラッシュほど抜けている。さあ、来た。ラッシュ。ラッシュ。シュートフェイント。決める。ナイス。いや、今のはシュートフェイントめっちゃ効いたね。めっちゃ落ち着いてた。オッケー、3点リードマジ。しかもハーランドこれあれじゃない、アシストじゃない、アシスト決めたよね。さあここからどうなるのか。お相手さんが交代切ってくる。いやでもどうする、交代入れなくてもいいけど、デルピエロとイサクを変えます。さあハーランド今のところ2試合1ゴール1アシストと、まあ、そこそこの成績を残していますが、ここでイサク、うわった、あー入っちゃった、4点目が入る。今のはまあラッキーでしたね、神様からの贈り物。いやこれギブアップかな、いやギブアップか、2試合連続ギブアップ。いやこれハーランドの圧かもしれない。そうして1544、もう1試合行こうか。1511、スーパーガンジャマンさん来ましたね。いや今日なんかレート高い人とばっかり当たりますけどって言ってたら大変なことになってますけど、どうしよう、アラバの替えがルイス・アルベルティング行っちゃう、ルイス・アルベルティング、いやでもちょっと不調でもアラバ行こっか。そしてハーランド不調、ここで不調はめちゃくちゃきついけど、まあでも不
長でもやれるってとこ見せますか。さあそしてお相手さんは、またツイドラーか。そしてね中盤のそこ今回はジューベルトシューバーっすね。いやジューベルトシューバーの方がなんか嫌な印象ある。そして多分ね一つ言うけど多分メロンパンさんめっちゃ見てる人だこの人。さあ3試合目いきましょうか。いやでもねなんだろう、さっきコンディション程度の話もしたけどさ、不調でもさスーパーサブだったらちょっと出す気になれるじゃん。それがいいよね。さあ3試合目いきましょう。お願いします。集中。まずは守備からね。まずは開幕をしっかりと防ぎに行きながら、うわーもうね比較区のあるある言っていいですか。ちょっとフィネスされただけで、あこの人うまってちょっと思っちゃうさてさてさて、これはなかなか難しい展開になってきてますね。ここでしょ。いやーうまいね。ホワイトさんもすげーうまいわ。それはオッケー、取れる取れる。うわうまっ。え何それ、えそれはうますぎる。危なっ。さあここサイド思いっきり出る。これチャンスだね。さあこのチャンス生かせるか。このチャンスを生かしたい。落ち着いてここ、いやーもったいねーなー。ああいうとこ、ああいうところのね選択がねいつも難しいんだよね。いやどういう風にしようって言っていつも脳死で折り返しちゃうっていうね。何回同じことやってんねんって感じですけど、待ってね、これは大丈夫。嘘、ああマジでめっちゃうめえ。しかもあいつはこれループ選択してたよね。やられたな今の。すごいうまいね。いやさすがこれメロンパンさん信者なだけあるわ。もうスカットからしてメロンパンさんだから、もうメロンパンさんとやってる気持ちでやんないといけないね。さあというところで、うん、この状況変えられるの一人しかいないよね。そうだよね。ハーランドさん不調でもやれますと、不調でもこんなに参るっていうところをこの動画で見せてくださいよ。さあこれ一旦戻してチェフまで戻す。はい、さあ攻撃だよ。ここの攻撃絶対に決めるぞ。さあベッカムから行って、いやこれワンチャン簡単にいけるかなと思ったけどさすがに無理か。オッケー、ナイスカット。オッケー、あらばこれは来た、ガチで来た、ガチで来てる。さあデルピエロ、デルピエロ、よっしゃー、ハーランドアシスト決めていく。さあまさかの、まさかのハーランドがゴールじゃなくてアシストマシーンと化している。さあ残り8分、全てをかけた8分間が始まります。さあお相手さんも、お相手さんも多分もうやりきってくると思う。だからこそありったけをここで出すんだ。よし来た、キャンベルから来たぞ。またもまたも、ここはここはデルピエロから来たぞ。あらばあらば、こっちに出して、でもまだある。まずい、デルピエロの足がもげた、デルピエロの足がもげました。まずいぞ。さあここ当たって、まずいか、ちょっと待って、ちょっと待って、ガンプレしちゃってる、ガンプレしちゃってる、悪い癖出ちゃってる、悪い癖出ちゃってる、まずい、どれ終わっちゃうか、試合が終わってしまうのか、まずい、ちょっと待って、ここ終わっちゃった、試合が終わってしまいました。まあでもとりあえず、うん、3試合で1ゴール2アシスト、まあ悪くはない。レートは1下がったと。さあ行こうか。うわやばい、ラストもう1試合潜ったらまた1569とすごい高い相手が来てますけど、それでも僕は負けられない。さあやっていきましょう、ラスト。お待って、ハーランド絶好調来たわ。入れよっか、これは入れるしかないでしょ。ハーラン待って、いいこと考えたって思ったけど無理か。そしたらボアドゥはねやっぱ使いたいね。ボアドゥも絶好調なんでこれでいこうぜ。いいじゃん、最後の最後の試合でハーランド絶好調見せてやりましょうよ。うわお相手さん CF クルセブスキ絶対うまい人やん。さあまさかの4試合目に突入、ただここで決めに行くぞ。さあ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 、待ってね待ってね、これ怖いよ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 、ナイス守備、オッケー。はい、さあムバッペ、やべえやべえ、うめえ、それは危ねえ、やーバルクー、その位置はガチで最悪だ。これ終わったか。まあもうこれはもう1点確保しよう。もうこれは1点決められた気持ちになるわ。で入んなかったらラッキーぐらいで、いやマジか、まあしょうがないよね、うん、これはまあまあまあ PK は仕方ない。入ったね、うん、ちょっと外れるの期待してたけど普通に入ったわ。でもハーランドクラスの選手がなんか前半から使えるっていうのもなんか気持ちいいよね。あとなんか僕の中でスーパーサブの選手前半から使ってると若干モサ感出るっていうイメージだけなんですけど、それがある。モサ感出るっていうだけなのは僕が証明しちゃってるのがちょっと悲しいところですけどね。さあハーランド、やばすぎる、いやーマジで、いや今の決めたかったな。ハーランドの完璧なポストプレイヤーだったけどね。さあただなんかねチャンスが作れそうな感じはすごいあるから、ここをしっかりとここ入れて、あ、来た来てる、ハーランド、よっしゃー、やっば、何今の、え、もうゴール突き破ってたぞシュート、オッケーいいね。てかハーランド見た今の動きとか最高すぎたよね。頼むよハーランドちゃん、ハーランドちゃん飛び込んできて、いっせーのーせ、オッケー、
さあネドベド、あやばい、これやばいか、これ非常にやばい匂いがするけども、ネドベディがさすが、はい出る、オッケー、あれゴールキーパー、ホワイトさんのゴールキーパーは何をされてた今、八百長かこれ、オッケーオッケーオッケー、さあ前半のうちに逆転はでかいですね、素晴らしい、そしてシュートめっちゃ打ってんのよ、いやだからこの中での中でもう1点早く取りたいですね、メンバー変えずに行きます、もうこのまま、さあ行きましょう、早めに早めに先制、先3点目が欲しい男比較、3点目が取れればかなり勝ちに近づくと思うって言ってたら、そうやって危ね、なんか登場人物全員がなんか今ネタ臭い感じでしたけど、さあしっかりとここ取れるでしょ、ここ取れる、何何何、オッケー取って、さあ前に出る、来たボアドゥからハーランド、強い、来た、やばすぎる、ハーランド来い、よーし、ハーランドの推進力よ、一回ねヘッドでつないでからのもう一度走ってハーランド、やばいぞこれ、いやマジで本ってか、まあ先発だこれ、えこれさ、ハーランドやっぱさ普通以上だったら先発で使った方が良くない、いやなんかさこのレベルの選手をさ後半しか使えないっていうのがすっごいもったいなく感じてきたわ。さあボアドゥがこれいけんじゃない、フリカ、あー今のとこ、フライスルーパスがね生かせてうまくなんかいけそうなシーンがあるんですけど、カバックから、カバックから、いやーこれはちょっときついか、前出しちゃおう、前出しちゃおう、いやーうめえわそれは、ホワイトさんうめえ、いや今のはねちょっと事故ったところからだったね、カバック一回うまくいくかなと思ったけど、ちょっとまずい展開続く、はい、さあただこの展開、この嫌な流れを吹き飛ばしてくれるのがハーランドさんなんですが、ここは取れずと、いやーいいね、ハーランド最後まで走れるね、やばい気をつけて、ここむずいよ、ここマジでむずい、守備守備がガチでむずい、守備ガチでむずい、いや待って、やばやばやばい、うーわマジか、それ決められるんだ、やーべえ、今のなんか嫌な予感したんだよな、終わりか、ちょっとやっちったな、もったいねえな、今の勝ち、勝てる試合だったね、まあでもハーランドのまあ素晴らしさ、まあ、格上だったし、まあ本当は勝ち切りたかったっすけど、まあまあまあハーランドのエグさは証明できたんじゃないかなと思います、シュート数も結構打ってたから前半のうちにね1本でも入ればよかったかなって感じでしたね。さあということでレートもまあ1450手前までは来たんじゃないかな、うん、OK 1544ということで、まあまあまあ悪くない出来だったんじゃないかなと思います。まあハーランド本当に強いし、調子よかったら前半から使うのマジでありやと思いますので、はいぜひ使ってみてください、今日もありがとうございました、バイバイ。